泉谷しげるさんにドラマでお会いしてからもう大好きで、うん、いや、なんて言うんだろう、愛人じゃないんだよね泉谷さんに男性的な魅力とか感じないんですか、はい、違う大好き違う大好き、はい、犬とかみたいな感じ犬みたいな感じ、あ、でもね、そういうのもちょっとありますよね、かわいいってなる、もうかわいいってなるんです、あの泉谷さんこうちょっと頭がちょっとじゃないね、ちょっとちょっとないじゃないですか、あそこをこう触る、うん、ホワンホワンホワンってするとちょっとねすんごい気持ちいいんですよ、うんうんうん、いわゆる玉みたいな手だほら泉谷しげるさんって大先輩じゃないですか、うん、はい、その方の頭をねふわふわするっていうのは、うん、ここもただならぬ関係だと思うんですけど、やったことないですか、ね、やる機会があったとすれば僕はそれはドッキリだと思います、はい、踏み込めないです、はい、泉谷さんは小島さんのことを女性として見てんのか、はい、うんうん、それとも孫のように思ってんのか、あの正直泉谷さんってめっちゃ仕事人間なんですよ、うん、どうでしょうね、女としては思ってないと思います、そんな仕事人間で仕事にこう必死な人が遊びに来た女すぐ使っちゃうっていうのもおかしいんですよ、うん、いやいやいや確かに、はい、つじつまが合わないあの私泉谷さんにお会いした時に、うん、あっと思ったんです、あ、私この人知ってるみたいな、おで、なんかちょうどその時に前世とかを見るような、うん、あの有名な方がいらして、はい、江戸時代に私のおじいちゃんだったと、もうそっから私の中では何ですか、マイジージーみたいな、マイジージお母さん女性的にどうなんだろう、私最近あの、うん、銀座のママの処世術みたいな本読んでるんですけど、うん、そのやり口が一緒なんですよね初めて会った気がしないみたいなこと言ってジジイからこうちょっとずつ金を引っ張るみたいな、どう丸岡さんどうでしょう、私小島さん の, あのホームページっていうかブログを拝見したんですけど、うん、お子さんが顔、はい、泉谷さんそっくりですよね、お子さんいらっしゃるんですか、そうなんです、似てる似てるんですよ、